やばいぜ、リエルがレクソールに捕まっちまった。しかもリエルが持っていた筋力石も一緒に。レクソールの魂胆は分かってる。王角石のクリスタルと筋力石、そしてザナドゥ王族の処女の生き地、この3つを使って斧がエクスティパワーを最大限まで増幅させ、冥府から暗黒竜キングドラゴンガルシスを呼び寄せるつもりなんだ。放っちゃおけねえ。このままダークガニンの好きにさせといたらザナドゥは滅亡しちまう。頼みの綱はお前だけだ。その昔勇者の手となってドラゴンを打ち倒したという伝説の剣、邪悪な魔法を跳ねつけダークガニンに対抗できる唯一の武器、ドラゴンスレイヤー。だが今俺の手の中にあるのは何の変哲もないただの剣だ。お願いだ、もしお前が本当にドラゴンスレイヤーならばこの俺に力を貸してくれ。ドラゴンスレイヤーを制する者、ザナドゥを制すとまで言われた真のパワーを今こそ見せてくれ。地獄の淵からリエルを救い、ザナドゥを救えるのはもうお前しかいないんだ。